みなさん、プリベート、こんにちは。ナイステです。こんにちは、ジアナです。はい、今日はね今日というか、まあ、今大阪にいて、で大阪に住んでいるジアナと会いました。イエーイ。はい、今日はね、ちょっと美味しい食事一緒にね食べたいと思って、はい、でその食事すごいよ。今日クジラ食べに行って、うん、なんでクジラっていうと、なんか大阪ってたこ焼きと か、うんうんうん、なんかのイメージあるけど、やっぱりもっと珍しいものを食べさせたいと思ってクジラ選んだ、うん、ありがとうございます。すごく楽しみ。一応クジラのユッケとか、まあ、数年前食べたことあって、うん、でこの間の唐津行った時に、そこでなんかクジラのなんとかをなんとか漬けあったんだけど、うん、そのくらいだから、まあ、うん、クジラ食べる、まあ経験というか、まあ機会はそんなになくて、これからそうだからすごく楽しみ。なんかディアナはそういう、うん、こちらの鍋とかそうあると言って、うん、まあ、何それと思ってすごく気になり始めて、今でもワクワク、お腹も空いたし。ハムさんのお店に入って、でもビールも頼んで、でコースも頼んでね、はい、はい、いろいろ出るんですけど、何を買うかちょっと、まあ、秘密にしたいと思います。一つ見せますね。乾杯。はい、今日ね、初めて会ったので、うん、めっちゃ楽しみしてた。私も楽しみにしてた。乾杯。今、プレミアムマーチさん、サントリーの。いつもビール飲んでる。うん、いつもじゃないけど、基本的にはお酒飲むとビールかワインか日本酒。ディアナは？私は普段ビールかチューハイか。ああ、チューハイ甘いね。レモンチューハイ美味しい。じゃあこれこちらの刺身。そう。全部めっちゃ美味しそう。右側の白っぽいのが本革と言いまして、皮膚の下の皮下脂肪の部分です。あ、なので脂っこそうですが、さっぱりと意外とスープといただけます。入ってます。はい、これはあの背中の部分ですね。あ、そうです、赤身です。はい、赤身、さえずり、かのこ、本革です。ありがとうございます。なんか忘れちゃいそう。そうですね、聞き慣れないですね。すだちと生姜の薬味がありまして、真ん中が爆大というちょっと珍しい薬味です。これは味がなくて、木の実を乾燥してまた戻したものです。食物繊維が多いので味はないので、醤油に溶かして絡みやすくなりますので、お試しください。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてだね。あ、そうなの。え、食べたことあるの。刺身はよく食べに行ってる。こちらの。そう、刺身っていうより寿司食べに行ってる。こちらの。そう。あ、そうなんだ。こちら美味しいから絶対ナシちゃんもこちら食べて欲しかったからこの店選んだ。ありがとうございます。実はあのディアナはね、お店紹介してくれた。あ、これもなんか可愛いんですか。箸置き。これも。大きい箸置きだ。これ。ああ、塩。まあこれじゃ使おうか。使おう。一番最初のものからいただきます。これもなんか。名前覚えてるっけ。スージーちゃん。スジ。ああ。柔らかさやから、多分スジと思う。うん。柔らかいね。なんか面白い。美味しい。うん、すごいね。味が濃厚。うん。ディアナはどこの出身？エカテリンブルク。うん。現代的というか、うん、モーダンな街。うん。ずっと聞いたんだけど。そうそうそう。もう食べた。
そしたら美味しかった。私は赤身です。食感的になんかマグロの中トロに似てる。うん、うまやん。うん、美味しい。これはね、舌だね。これ舌。ちゃんとした名前覚えてない。すぐ忘れちゃった。覚えられへんやん。うん、美味しい。あれっぽい。サワー。あまり？あんまりサワー食べない。わからん。そういうこと。これ一番うまい。本当？どんな部分わからんけど。美味しい料理食べたら幸せ。ね。ちょっと美味しいからもう全部食べちゃった。やばでもこれも美味しいね。なんか、うん、いやなんか美味しいって言ったもん。うん、噛みやすい。まだ食べたい。なんか次のね、何が出るか楽しみな。私もコース選んだけど何を買っちゃうか分からん。ちょっとサワーっぽいね。そう、油っぽいね。うん、美味しい。これはおでんですか？はい、これがおでんです。で、盛り合わせになります。こちらが2種類入ってます。本革とさえずりが入っています。本革はコロという名前になります。こういうおでんの時は。はい、あと、おネギと半熟卵と厚揚げと、ひばこんにゃくというこんにゃく。あとは大根が入っております。ありがとうございます。お召し上がりください。はい。ありがとうございます。刺身とても美味しかったです。あ、よかった。ありがとうございます。おでんできました。こちらのおでんめっちゃ美味しそう。ねえ、なんか普通のおでん食べたことあるんだけど、うん、なんかコンビニでもおでん屋さんで、ね、そう、こちらはね、で2つの種類も入っててこのでかい方はめっちゃ美味しそう。そうだね、なんか全部美味しそうだね。あ、匂いも最高。おでんというよりスープに見える。うん、確かに。美味しいスープ。あとなんか、これもなんか面白いね。すごい、熱そう。絶対熱い。今日はね、外ちょっと寒いからちょうどいいね。多分すぐにぬるくなる。うん、これクジラかな。これもクジラかな。クジラ、あ、クジラって思う。あ、一つの種類って思う。そうだね、多分。はい、うん、お前、うん、柔らかそうだね。なんかふわふわしてる。ふわふわしてる。あ、なんか見た目はなんかはんぺんみたいな感じだったね。うん、これが気になる。あ、こんにゃく。これこんにゃく言ってたね。でもなんかね、赤いんだけど。匂い嗅ぐだけでも美味しいと思った。これもこちら。なんか面白い。うん。からしから。こんにゃくだったらからしだね。ちょっとディアナと同じように入れすぎないように。ちょっとだけ、ちょっとだけでいいからしから。普通のこんにゃくとちょっとだけ味ちゃうね。めっちゃ辛そう。火が出ると思った。このからしマジ辛いの、ね、体にいいか。それで体温めるから。クジラもクジラも食べよう。ゼリーみたいな感じだね。うん、めっちゃうまい。うん、柔らかい。なんかね、ジェリー食べてる感じ。なんかゼラチン、ゼラチン。うん、うまい。面白い。コラーゲンいっぱいありそう。うん、うん、そうだね。大事かな。
先ほどお刺身でも食べていただきました、はい、こちら本革と、はい、かのこと赤身になります。はい、かのこと赤身はあまり長いことかかってないので、早めに1回目だけこちらで食べていただきます。あとはゆっくり召し上がります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで色がちょっと変わったかなぐらいで、火が取るのは早いんですね。半分生ぐらいの方がふわっと、うん、そうなんか、はい、ありがとうございます。よかったらこのまま一回軽く一回お出汁飲んでもらって、こっちの後にこちら一味山椒になりますので、こちらを入れてまた召し上がっていただくと味が変わりますので、で、封筒、お豆腐と、こちらの軸の部分だけ入れときますので、また出して召し上がりください。はい、で、こちらの水菜はもうすぐ出来上がるので、できたものを箸で入れてすぐ召し上がってもらう方がいただきます。鍋来たよ。はい、で、優しいお姉さんやっていただいて、うん、食べましょう。美味しそう。なんかね、いろんな種類があるね、クジラの肉。知らなかった。全部美味しそう。いただきます。うん。めっちゃうまい。これ、あ、同じ部分食べたね。コリコリしてるね。うん。この部分は寿司でもめっちゃ美味しい。いい食感。めっちゃうまい。で、緑もあって、いいね。めっちゃ美味しい。柔らかい赤身ね。うん、すごい。麩の色めっちゃ可愛い。うん、なんかもみじがね、麩って季節によって色違うから。あ、可愛い。ありがとう。あと麩だね。あと麩難しいね、いつも。頑張って。諦める。あら、諦めた。これで取る。よいしょ。美味しそう。食べてから肉食べよう。健康的だね。体温めそう。なんかもう暑いよ私。顔も赤くなった気がする。ちょっと赤い。すごく暑い。確かに服はめちゃ暑そう。うん、なんかね、今日ちょっと寒かったから。暖かくした。私寒がりやから今ちょうどいい。寒がりやだからちょうどいい。え、逆に寒いの？寒くないの？ちょうど今、いや、この建物の中に。あ、建物の中でもあんね。なんか床暖房もついてる。そう、すごい暖かい。うん、おいしい。なんか、うん、スープはめちゃくちゃ良くね。うん、おいしい。味濃い。うん、味濃い。めっちゃ甘い。でもこれはね、実は最後だと思ったんだけど、まだまだ来るよね。うん。なんかちょっと細いんですね。そうなんですよ。奈良の三輪というところで、三輪そうなんですけど、そこの三輪という場所が作ってるのが、なるほど。三輪うどん。三輪うどん。うん。初めて見ました。
茹でて締めてますので、ね、ちょっと温めるだけで召し上がります。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。おネギはお入れしてよろしいですか？はい、はい、うどんできましたこれはもう最後だね、うん、あとデザートだけ、デザートだけ、うん、いい匂い、うん、なんかおどんも、ね、結構面白くて、なんか奈良のおどん、岩おどんがね、うん、ちょっと細め、うん、ラッシュはクジラの後やから、あ、じゃあクジラおどん、すごい、今日は豪華だね食べましょう。うん、おいしい、うんうん、このだしはおどん、うん、すごく合うね、クジラの味するだよね、うまい。うん、あ、この抹茶アイス好き、うん、美味しい、美味しいね、これ、うん、クリーム、うん、ほんまいし、ほんまいよ、うん、美味しい、しなんか、ね、すごい、なんか苦くはないね、うん、苦くないし、なんかちょっと上品な味があって、なんかすごい美味しい、うん、なんかおかわりしたいからわかる。はい、皆さん、もう食べ終わって、もうお店出ました。もうちょうどね、多分閉店時間なのかな。なんかみんなも出たよね。3時間食べました。まあいろいろね、話しながら、うん、お酒も飲めながら、いろいろ話して。もう今日はね、なんか日本語でもロシア語でもね、たくさん話したね。そう。いろんな話できて。ね、で、初めて会ったから、話したいものいっぱいあって。ね、気づいたらもうそんな時間みたいな感じだった、うん、そうで、お店もねすごく良くて、なんか、うん、スタッフもすごく親切で、うん、すごく気に入った。もう一回なんか戻りない、もう戻りたいもう一回戻りたいという気持ちになった、うん、よかった、ね、すごくアットホームな雰囲気でした。ありがとう、うん、今日ありがとうございましたということで、今日の動画はここまでになります。あと、じゃあもね、インスタとかもやってるので、もし興味あれば、ぜひチェックしてください。概要欄にリンクを、ぜひフォローして、はい、概要欄にリンクを貼っておきます。じゃあ、また会いましょう。パカパカー。